いです、まひろです。くるくるくる、寺井まひろです。今日は AV 女優の NG リストについて話したいと思います。この仕事をして私も5年半経つんですけど、私の中では当たり前になってることが、もしかしたらね、動画を見てくれてる皆さんにとっては当たり前じゃないかもしれないから、ひねり出すのが難しいんですけど、ちょっと頑張って話していこうと思います。私たちのお仕事をしてると、いろいろ性に関するデリケートなことをするから、何でもかんでも OK ですっていうことを、ちょっと私これは苦手ですっていう、なんか申告ができるんですよ。それを、NG リストみたいな感じだと思ってるんですけど、その内容をちょっと話したいと思います。キスとか、うん、とか、うん、とかは、うん、もう当たり前のように皆さん OK なんですかね、うん、まあ、そうですね、それはもう OK だと思います。あ、私 NG 自分の中で実は2つあって。え、言っていいんですか、そんなの。え、いいですよ。すごい貴重な瞬間ですね。なんか結構有名な吉村拓さんっていう AV 男優さんがいらっしゃるんですけど、その方と絡む時にある監督さんが言ったのが、顔舐めダメって言わないとあの人全部顔舐めちゃうからって言ってて、この辺はまだいいとして、キスをする時にこっから上を舐められるのは嫌だなって、このここの間、ここ舐めは NG にしてます。そうなんですね、はい、なんで逆にここだけ嫌なんですか、うん、作品を撮ってラストだったらいいんですよ。でも一応動画でも言ったんですけど、なんかメイク直しって全部実はしなくて、だいたいその汚れてしまったところをメイク落としして拭き取ってそこだけ直すんですよ。だから基本的に目って直すことがほとんどなくて、まあ、汗とかで流れちゃったら直したりとかするんですけど、全部落として直すってことは目は絶対しない。だからこっから上は直すのが大変なゾーンなんです、女の子からしたら。アイシャドウも何個も重ねてるし、アイライン引いてマスカラしてとか、ここはもうただファンデーション塗ったら OK じゃないですか。だから工程が少ないから、こっから下はメイク直しするの簡単なんですけど、こっから上は難しいから、ここは NG で、あともう一つが、私結構乳首が敏感で弱くて、つままれたりとか OK なんですけど、乳首をプッシュされるのが苦手で、グッて押されるのが苦手なんですよ。なんかボタンみたいな感じ、乳首ボタンみたいな感じ、沈められるのがちょっと苦手で、これは NG にしてます。乳首ボタンも NG なんですね。はい、乳首ボタン。でもなんかそれをやられることって基本ないんですけど、 NG なことあるって言われて、あ、一応伝えとこうと思って伝えると、まあ、そんなことする人基本いないよねって言われます。基本いないけど、なんかちょっと自分の中で乳首ボタンをされるのは嫌だから NG ってちゃんと伝えてます。細かいですね。細かいですよね。だから自分の中の NG はこの2つかな、まあ、あともっとハードの方行ったらありますけど、ソフトでだいたい毎回撮影で伝えるのはこれ。結構監督からも、まひろちゃんこれ大丈夫って聞かれるのが P2M ですね。 P2M が割と NG ある子はあるかもしれないって言われてて、プシートゥーマウス、自分のおまんまに入ったを舐める。あとあれだ、ゴムが NG な子は NG だと思います。プッシーとマウスとゴムが NG な子は NG ですか、うん、NG だと思う。マリさん OK？ 私は大丈夫。でも正直自分のまんましょっぱいんですよね。ちょっと嫌ですか？いや、嫌じゃない。でも、うん、上も下も同じ味になっちゃったと思いますよね。じゃあお掃除とかできないの人もいるってことなんですね。あ、お掃除、あ、そっか。え、大丈夫じゃないですか。多分すぐ入ってすぐのやつ。あ、入ってすぐのやつは無理なんですね。プシートマス NG な人は。はい。ごっくん NG な人とかいるんですか。ごっくんはもしかしたら接して酸性アルカリ性なんかあるじゃないですか。はい、それでお腹を壊しやすい子とかいるから、それで NG になっちゃうことあるかもしれないですね。なるほど。なんか聞いたことあります、精子ごっくするとお腹壊すみたいな。単純に気持ちじゃなくて、うん、物理的に無理な子もいるかもしれない、うん、なんか見たことあるんですけど、うん、おなら、あ、おなら、おなら NG じゃないですか、うん、いや、できないですよね。なんかおならも
しようと思ってできる人ってたまにいらっしゃるじゃないですか。でもできないから、まあ、NG っちゃ NG か。でもなんかあれできるんじゃないんですか。え、できないですよ。なんか技があんのかなと思ったんですけど、もうね、めちゃ食べて、うん、炭酸とか飲んだら、うん、いけるのかなと思って。おなら NG です。おなら NG なんですか。おなら NG。 あのろうそく垂らしたりとか、あの金箔したりとか、うん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 、結構血をしたりとか、ああいうなんか SM プレイみたいなのは NG じゃないんですかね。NG あったら言えると思います。ろうそくとかって私垂らされたことないですけど、ちょっと怖いって思うんですよ、まだやられたことない意味では。だからちょっと NG かもですみたいなのが言えるかも。あー、ミラマチョ。ミラマチョはミラマチョでしたっけ。どっちでしょ。イマラチオです。イラマ…あ、待って、え、わかんない。わかんなかった、わかんなかった。イラマチオです。イラマチオか。忘れてましたけど、大丈夫かな。マチオとか、あんまり強く、本当は押さえつきすぎないとかできるかもしれないですね。あー、うん、その優しい版みたいな。うん、なるほど、うん。あと、トロは NG ですよね。あー、それはなんか NG な人多そうですね。あれ聞かれるんですか。いや、聞かれたことないかも。多分基本ベースが NG で、まあ、NG を前提にできますかって多分聞かれる感じだと思います。自分から行けますって言ってるんですね。それか、まあ、ダメ元でオファー来て、あ、大丈夫ですよって答えてる方もいるかもしれないし、 あとアナログも基本 NG だと思われてると思いますね。あ、じゃあそこはちゃんと聞いてもらえるんですね、うんうんうん、それはこれからデビューする女の子も耳寄りな情報ですね、うん、はい。僕見たことあるんですけど、うん、NG なしの女優さんで、うん、大物も、うん、見られながら坊主にするみたいな。意味わかんないんですけど、やだ。堤防っていうのかな。堤防っていうかも、まあ、そうですね。堤防か。やだやだ。そういうなんか特殊なやつはもうまた別ですよ。なんかライオンの近くでコービーとか、なんか空中クスとか。空中 NG とかライオン NG とか。わざわざ書かないですよ。うん、そういうゲテモノ系はね、まあ多分なんか基本 NG はベースで、できますかって聞いてもらえると思うから、みんなできると思われてはないと思います。でもそういうコアなファンの方もいらっしゃるから、フェチがね、やってくれる女優さんがいるのはすごいありがたいことですよね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、AV 女優さんの NG リストと言いながら、割と私の NG リストについて深掘ってみたんですけれども、何か気になることはありましたか。それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバイ。